地地海閣の様子。閣反するための綱の役を担うナーガオ・バースキ。19世紀。ハーラーハラあるいはカーラクータは、インド神話に登場する猛毒である。神々とアスラたちが、不死の霊薬アムリタを創造したとされる、地地会各反の際に生じ、世界を滅ぼすほど、強力だったと伝えられている。ハーラーハラは、女ジ誌ジ、マハーバーラタのバージョンには登場せず、 ラーマーヤナ以降のバージョンに登場する。また、プラーナ文献では、シワガミの別名ニーラカンタの由来端となっている。ラーマーヤナによると、ハーラーハラは、ナーガオーバースキが吐いた毒である。神々とアスラは、父会を攪拌する際の攪拌棒にマンダラさんを、用い、マンダラさんに巻きつけて引っ張る綱の代わりにバースキを、用いた。しかしバースキは、 両側から引っ張られる苦しみに耐えかねて、石を噛み、猛毒、ハラーハラを吐いた。猛毒の威力は凄まじく、全世界を焼き尽くすかのように思われた。しかしその時、神々から救援を求められた、シワがみが猛毒を飲み干したおかげで、世界は救われた。バーガバタプラーナでもバースキが、父地海各班の際に、綱の役を担ったことは同じだが、ハーラーハラは、 バースキが吐いた毒ではなく、地地海から生み出された最初のものであると語られている。地地海が激しく拡拌されたため、地地海に住む生物たちは非常な興奮状態に陥った。その結果、アムリタが生まれる前にハーラーハラが生まれた。この猛毒の影響で海は逃げ立ち、猛威を振るって芝叩く間に広がっていった。恐れをなした全生物の長たちはカイラサ山に行き、 しばに助けを求めた。そこで、しは、父会に行き、両手でハーラーハラを救って飲み干した。しかしこの猛毒が原因で、しの首は青黒い色に染まった。また、しの手から、少量の毒がこぼれ落ちて、サソリや、ヘビ、毒草や、その他の噛む、生き物の毒となった。このしばの尽力のおかげで、神々は、ハーラーハラの危機を脱した。神々とアスラは、 世界の核反を続け、様々な財宝、ダクシュミーやダヌバンタリといった、神的存在、霊薬アムリタを生み出すことができた。アグニプラーナや、松屋プラーナ、パドマプラーナ、スカンダプラーナなどでも父地海核反の際に猛毒が現れたが、しわがみが飲み込むことで取り除いたと語られている。またシワガミは、ニーラカンタと呼ばれるようになったことも語られている。ありがとうございます。